でしょうか。久しぶりにマインクラフトでストップモーション作りました。撮影したのはこちらですね。こちらのテーブルの上で作りました。制作時間は撮影で3時間、編集で3時間、総枚数1100枚の写真でストップモーションを作りました。今回使った消しゴムのセットはこちら。まず1つ目はこちら、スターターセット、アイアンスティーブとサバイバルパックです。2番目はこちら、スターターセット、アイアンアレックスと洞窟探検パックです。次はこちら、キャラボックス、スティーブとかアレックス、村人、ゾンビ、クリーパーなどがいますね。そしてこちら、ブロックセットとなります。マイクラの世界観が消しゴムで再現されていて、集めて遊んだり実際に積んで楽しむこともできる商品です。5月28日発売予定です。キャラブロックはこの再現されているだけではなく、外すこともできます。こんな感じにね、髪の毛を外したり、スティーブとアレックスの頭をチェンジ、そんなこともできますね。こんな感じ。お、なんか斬新で、スティーブの頭をゾンビにしたりもできますね。ほい、村人さんも
ここだけ手動きますね。あ、あ、は、は。おお、鼻がついてる。鼻、こんな感じですね。で、こちらがダイヤ。ダイヤも、取れます。ニョキッとね。おお、こんな感じですね。おもちゃの詳しい情報は、動画説明欄の、マイ消し公式サイトリンクから、チェックしてみてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。